遊ぼうね。つかさん。お前かよ。だったんです。ま、楽しめそうだな。おはよう。早いな。今日は遅刻できないよ。姉ちゃん、君も一緒だったんだね。こういう組み合わせで出かけるの新鮮じゃない？俺結構楽しみにしてたんだ。どうも。はあ、前処はする。これでみんな揃ったね。じゃあ中に入ろう。おはよう、マリー。今日は思いっきり楽しみましょう。どうも。はいはい、楽しみましょう。高瀬さん。ええ、そうだと思います。全員揃った。それじゃ入りましょう。今日は男の子もいるし、まずは定番のジェットコースターにしてみましょう。マリーは誰と乗りたい？うん、わかった。わかった。そうなるか。俺が花椿と乗る。いいよ。俺はミチルさんとな。俺はミチルさんとだね。ジェットコースター楽しみだな。そっか。ミチルさん、行こう。チルちゃん、よろしく。じゃあ、俺はチルちゃんとだね。あ、俺はチルちゃんと？そっか、うん、オッケー。ミチルさんとか。わかった。わかった。ミチルさんと。ね。ミチルさんなの。そっか。承知しました。では行きましょう。僕が花椿さんとですね。はい、なるほど。そう、では行きましょう、花椿さん。わかった。じゃあ花椿先輩と乗る。まあいいけど。はいはい、最初のアトラクションはジェットコースターね。ねえねえ、誰と乗る？了解。わかったよ。じゃあ行くか。まあいいけど、後で真意を聞かせてほしいな。俺はヒカルさんとだな。俺はヒカルさんとな。うん、行こう。ヒカルさんとか。わかったよ。じゃあ俺はピカちゃんとだ。ねえ、この組み合わせって珍しいよね。俺はピカちゃんと？そっか、了解。ヒカルさんとか。わかった。わかった。ヒカルさんと、ね。ヒカルさんなの。そっか。そちらの花椿さんとですね。はい、行きましょう。では移動しますよ、花椿さん。僕がこちらの花椿さんとでいいのですね。いいよ。まあいいけど。はあ、なんでこの組み合わせなわけ。私でいいの？じゃあ楽しみましょう。たく、どうしてこうなった。いいよ。一周回って面白いな。行こうぜ。え、そう来るんだ。これは想定外。乗りたくね。はい、いいと思いますよ。どなたと一緒でも最高に楽しめるのがコースターのいいところですから。花ないよね。
いいけど。次はコーヒーカップにしましょう。カラフルで可愛い。マリー、誰と乗る？そう、わかった。じゃ、よろしくな。よろしく。そう、行こう。ミチルさんってぐるぐる平気？俺はミチルさんとな。わかった。ミチルさんとか。じゃあ行こうか。じゃあチルちゃんは俺とでいいよね。俺はチルちゃんと。オッケー。チルちゃんと乗るのってなんだか新鮮だね。ミチルさんね。わかった。よろしくミチルさん。わかった。ミチルさんと。花椿さん、移動しましょうか。承知しました。花椿さん、ぐるぐるは好きですか？花椿さんとですね。そう。うん、わかった。なんとなくこうなる気はした。じゃあ次はね、コーヒーカップ。乗りたい？オッケー。ま、騒がしさは同じか。いいよ、乗ればいいんだろ。どうしてこうなる？ヒカルさん、ぐるぐる得意そうだな。俺はヒカルさんか。回すの俺がやるよ。ヒカルさんは俺と乗るんでいいの？ピカちゃん、よろ。あ、そう来る？なら俺はピカちゃんと。だあ、それは想定外。もうたまにはいっか。ヒカルさんね。わかった。よろしくヒカルさん。わかった、ヒカルさんと。では花椿さん、お先にどうぞ。ぐるぐる勝負ですよ、花椿さん。いいと思いますよ。はい、せっかくですから楽しもう。了解。花椿先輩とか。まあ仕方ないか。男の子二人には悪いけど楽しみましょう。たく、何の罰ゲームだよ。うんうん、なら。笑うしかねえな。行こう行こう。俺たち以外に男同士っていないみたいだけど、ま、いっか。何の罰ゲームだよ。狭いですね。最悪。これで最後かな。観覧車でゆっくりと過ごしましょう。どうペアを組みましょうか。わかった、そうしましょう。何話せばいいんだよ。花椿、高いところ苦手じゃないのか。15分って結構だぞ。ミチルさんと観覧車か。
高いとこは平気な方？みちるさんとか。これって一周何分？みちるさんとだね。お、行く？チルちゃん、行こっか。俺はチルちゃんと？わかった。チルちゃんとか。はーい。みちるさんとね。はいはい。じゃ、乗りましょっか、みちるさん。みちるさんとなの？行きましょう。花椿さんは高いところ大丈夫ですか？花椿さんが僕と一緒？そう、行きましょう。こちらの花椿さんと一緒ですね。はい、理解しました。いいよ、誰とでも。花椿先輩と構いません。なんで呼ばれたんだろう。ラストは観覧車でしょ、ね？マリー、誰と乗るのかな。はい、わかった。はしゃいで揺らすなよ。嫌な予感しかしない。この組み合わせの訳が聞きたいな。ヒカルさんとだ。よし、乗ろう。ヒカルさんとか。わかった。あ、そうなの。俺とヒカルさんか。よろしく。俺はピカちゃんと。オッケー。珍しい組み合わせだけど、これはこれで興味深いかな。ピカちゃんとね。じゃ、行こっか。ヒカルさんとね。はいはい。じゃ、乗りましょっか、ヒカルさん。ヒカルさんとなの？花椿さんは高いところは大丈夫ですか？はい、花椿さんと親睦を深めます。花椿さんとですよね。よろしく。誰とでも一緒。まあいいけど。まあ誰と乗ったって変わらないし。本当に私でいいの？私は嬉しいけどね。ありえねえ。あれ、ヒカルでいいんだ。ま、いっか。うえ、狭くね？気のせいかな。男同士で乗ってる人周りにいない気がするんだけど。どうしてこうなる。デートなんだろ、今日のこれ。まあ、こういう思考も面白いかもしれません。ありえない。お開きにしよっか。おかしいな、まさかこんな展開になるなんて。はあ、時間の無駄。もうこんな時間？楽しくてあっという間。そろそろ帰りましょう。もうこれでいいですね。お先に。お疲れ。マジ疲れた。どう？マリーは今日楽しめた？それならよかった。また機会があればこうして遊びましょう。なんかいろいろ考えて疲れた。君もゆっくり休みなよ。俺、こういうのもういいから。ねえねえマリー、楽しかった？
どういたしまして。またこうしてみんなで遊びに来よう。ね。